ミさんとロビンちゃんと一緒にいながら守れなかった。二人を危険にさらした。一応私もいたんですけど。まあまあ、サンジ君、幸い私たちの身に何もなかったみたいだしね、ロビン。うん。それじゃあ俺の気が済まねえ。切腹だな。俺が解釈してやる。なんだと？てめえもさらわれてやがったくせにクソ回りもが。さらわれた覚えはねえ。覚えてねえだけだろうが。なあお前、なんでこいつらをさらったりしたんだ。さらったのはオイラじゃねえよ。オイラの親分だ。てめえの親分だと？あ、じゃあ私たちをさらった理由も、その親分って人の正体も何も言えないってわけね。ああ、オイラ口が硬えんだ。おいタヌキ、その親分ってやつのとこに俺を連れてけよ。いいぞ。それはいいのかよ。ちょっとルフィ、そんなやつに会ってどうすんのよ。相手から会う、それだけだ。俺もやられっぱなしは気に食わねえな。ええ、まあそりゃ私もこんなモヤモヤした気持ちのまま終わらせたくはないけど。ナミさん、ご安心を。ナミさんとロビンちゃんの身はこの愛の騎士サンジメが命に変えても。遠足日和ですね。よほほ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 。島に入ってはいけない病が。もうどっぷり入っちまってるぞ。島の奥地に入ってはいけない病が。何回も入ってるぞ。島の奥地の親分がいる特定地域に入ってはいけない病が。ずいぶんピンポイントなのね。治ったらまた会いましょうね。おい待ってくれ、みんな。一人にされるとかえって不安になる病が。素敵。いい？これも町のためよ。頼りにしてるからね。町が元気になるわ。Thank you.
私を守ってもらえない人はいないかしら。 It's me! おら！Yeah!
元気になるわ。すごいことになったわ。すごいわ、あなたたち想像以上よ。Thank you.
らっしゃい。町が元気になるわ。すごい、あなたたち本当何者よ。